ご視聴ありがとうございます。シンガーソングライターのパクユーです。個人音楽制作家に大人気のオーディオインターフェース、ユニバーサルオーディオアポロツインシリーズ。僕もこの春、こちらのアポロツイン X を導入しました。このアポロツイン X の持ち運び用ケースに、こんな感じのカメラバッグが最適だよというお話をしたのが、つい先週のこと。市販されているアポロツインの専用ケースというのは、アポロツインを使用するのに必要不可欠な電源アダプターや電源ケーブルを収納するスペースがないと。だから電源アダプターや電源ケーブルを一緒に収納できる、このぐらいの小型カメラバッグが最適なんじゃないかという、そういう結論に至ったわけなんですが、このマンフロットのカメラバッグを紹介する動画をアップした後すぐに、とある会社の CEO から直々にビデオメッセージが送られてきました。まずはそちらをご覧ください。Hello, Paku Yu-san. It's Greg, CEO and founder of Analog Cases from Los Angeles. We hope you're doing well. We saw your video about the review of the Apollo Twin cases on YouTube and noticed that you're looking for a case that can also hold the power supply. And it just so happens we have a case just like what you're looking for.It's called the Glide case for the Apollo Twin. So we wanted to send you one to review, take a look, and please let us know. We're looking forward to hearing what you think about it. We just launched our business in Japan last week. We've been in business for the last 2 years and have worked with many important creators on YouTube like Cuckoo and Bo Beats. And we have about 70 different cases for electronic music gear.So we're excited to work with you more. We look forward to hearing your review. And thank you so much for your support. ということで本日はこちらのアナログケーシズグライドケース 4G アポロツインをご紹介していきたいと思います。商品のリンクは説明欄に貼ってありますので、ぜひぜひチェックしてみてください。このチャンネルでは音楽愛好家、音楽制作家の皆さんへ向けて音楽に関する様々な動画をお届けしています。ぜひチャンネル登録でサポートをお願いします。今回送っていただいたのはサンプル品ということで、商品の梱包などが実際にどうなっているかはちょっとわかりません。ご了承ください。ケースの構造は至ってシンプルです。材質はセミハード、安心できる硬さがあります。ファスナーを開けると、中は起毛素材になっていて、機材を傷つけないようにできています。こちら側は電源ケーブルや電源アダプタを収納するためのスペースで、中でぐちゃぐちゃにならないようにネットがついてます。こちらのケース、本体と電源ケーブル、アダプタ、サンダーボルトケーブルを入れて、ちょうどぴったりジャストサイズっていう感じのサイズで作られていて、収納に少しコツがいりましたので、収納方法も一緒に説明していきたいと思います。まずは本体を収納していきます。重要なのは本体の向きです。こちら側の向きで収納したくなるところですが、これではダメです。必ずこのような向きで収納するようにしてください。続いて電源アダプター。こんな感じでコードを巻きつけてしまうという人多いんではないでしょうか。ですが、これもダメです。なるべく厚みが出ないように収納する必要があります。こんな感じで、アダプターの本体を一番底に入れて、ケーブルをうまくその脇に差し込むようにしまってください。続いて電源ケーブル。これもなるべく厚みが出ないようにうまく収納してください。そして最後にサンダーボルト3ケーブルを隙間に差し込んで完成です。ファスナーを締めるときには少し上から力を入れてあげるとスムーズに締まると思います。こんな感じで横から見るとちょっとだけ前の方がこんもりとする感じになります。いかがでしたでしょうか？
アポロツイン本体と電源ケーブル、そして電源アダプターを保護し、持ち歩くためのケースとしては最小、最軽量のケースになるんじゃないかなっていうふうに思います。アナログケーシズはアポロツインの他にも音楽制作で使う様々な機材の専用ケースを作っています。皆さんが日頃愛用している機材の専用ケースっていうのも一つや二つは見つかるはずです。オフィシャルサイトの URL も説明欄に記載しておきますので、ぜひそちらもチェックしてみてください。そして気になる商品があったら、ぜひコメントで教えてください。現在は Amazon 上のショップに数種類の商品が展開されているだけの状態で、まあ個人輸入という形でオフィシャルサイトから日本円で購入することもできるんですけれども、その購入方法だと送料がかなりかかってしまうので、皆さんのニーズを僕からグレッグさんにお伝えして、どんどん日本のユーザーが購入しやすいところに商品を展開していただけるように働きかけていけたらなというふうに思っております。アナログケーシズというメーカー、ぜひこの動画をきっかけにお名前を覚えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント、チャンネル登録、高評価、シェア、どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。また明日。